いしょ、ただいまー、ただいま戻りました。なんか電気強すぎる。ピッカピッカすぎてびっくりだよー。こんくらいでいいかな、くらいちょうどいいが、ちょうどいいがじゃないね、こんぐらいだったかな、いつもちょっとわかんないんだけど、大丈夫かしら。やっほー、こんばんは。よいしょよいしょ。ということで3月の日のフェスの終わりました。イエーイ。はーい、見ていただきありがとうございました。はーい、こんばんは、いらっしゃい。うん、うつ病でした。ありがとう、皆さんもね、いっぱい盛り上げてくれてありがとうございました。うん、素敵でしたよって返信ありがとう。はーい、今回は20歳の日のフェスということでね、もう20歳最初のか日のフェスということで、ちょっともう大人っぽいひなちゃんを最初にいっぱい出し、そして3月の発売された息をする心もやり、3月といえば別れの季節ということで、こう別れっぽい曲を歌いっていうね配信だったんですけど、まあ、またねセトリのやつはあの ALT、 ツイッターの ALT にね公開させますのでね、そちらご覧くださいませ。うん、そう、6周年でやってほしいからよかった本当に嬉しいわ。うん、そう、今回はいろいろね小道具もねいつも考えてるんですけどいつもって言っても1回しかやってないこれまだひなひな1回しかやってないけど、小道具も考えておりまして、ちゃんとそう、今回は大人っぽいやつの時は20っていうどでか風船をくるみで持とうってなってくるみで持ってなんか後ろにこうみたいななったので、そう、そういうのとか、あとワイングラスみたいなのを持とうと思って、そう、ワイングラスの中の赤いやつはバラの花びらが入ってるんですよ。そう、でもちょっとワインっぽく見えたでしょそう、本当はワイングラスちゃんとしたやつが欲しかったんですけど、ちょ、それはなかった家にそう、なのでこういうね丸いグラスあったので、それでいいかみたいななったね。そう、やりました。はいおしゃれでしょ。うん、ねえ、あと何小道具、あ、そう、春夏秋冬の時に妹ぴょんちゃんにこの「春夏秋冬」っていう落ちサビのところは、そう、キラキラミラーボールにしてって言ってキラキラミラーボールにしてもらいましたり、あと桜の花びら、桜の花びら、曲名合ってる、あれ、たちか、桜の花びらたちの時は桜の花びらね、そう、パッ演出に、あ、桜の木になろうだ、そうだ曲名間違えてた、そう、桜の木になろうの時は桜の花びらをファッファッって岩戸ぴょんちゃんにやってもらい、そう、あとそう、ギブミファイブの時は小道具は岩戸ぴょんちゃんの鍵盤ハーモニカを借りそう、そしてあれです、あれ、あの、なんで最後のドアは赤いバラをファって最後にやってもらうっていう演出でした。今回の演出ははい、どうでしょうね、面白かった
演奏するのかと思ったのに、さすがにそこまでは内容してないそうね、面白かったでしょ。めっちゃコンテンツ好きよかった。そう、あ、これなんかギフトにも桜の花びらがちょうどあって、なんか桜の木になろうの桜の花びらがこうやって妹ぴょちゃんを待っている時に、なんか同じタイミングで待ってる人いたの 見えてたよちゃんと。うん、面白いと思って。そう、面白い。うん、みんなが桜の花びら舞ったりするし、バラの花びら舞ったらちょっとわらわらってコメント打つのも面白かった可愛いでしょ、セルフ感があって可愛いでしょ。うん、うん、ね、まあピオさんにも妹ピアちゃんにもね、今月も感謝ですよそう、お面白い実績だった、よかった、うん、文化祭感文化祭感いいね、うん、確かに文化祭感あるかも、うん、来月はねもっと文化祭感あると思うそう、来月はもう結構もうなんか頭の中にあってひながやりたいやつ文化祭感がもっと出ると、もう来月は、うん、やっぱね手作り感愛らしいからね、うん、愛らしい手作り感出していこうと思うよ。うん、そう、それは来月楽しみ、来月も楽しみに、来月は、来月は中盤か後半になると思いますね。最初の方にあれがあるので、6周年コンサートがあるので、そう、もう最近もずっと6周年コンサートがもうバタバタしすぎて、日のフェスももうそう、3月忙しかったからすごく、だからもういつできるんだっていう感じだったんですよ。できはします、カチューシャ取ろうかおもろい、ずっとカチューシャつけてた、あ、ヘリが取れちゃった、一緒に取れちゃった、これが無料って信じられない本当によかった、うん、無料でね見れるね、おうちコンサートなのでね、そう、来月もお楽しみに、うんうんうん、今日イヤリングは長いイヤリングをして大人っぽくしましたよ、長いイヤリング長い、うん、明日の花垂れ公園に行きます、嬉しい、そう、明日は花垂れ公園なんですよ、花は誰のもの、うん、ね、髪は巻き巻き、かわいい、うれしい、今日も髪巻き巻きですお、おすぬさんの生誕祭、ぬーさーんだ、ぬーさん、昨日はね、ふくちゃんとりこっちの誕生日をなんかレッスン上でやってきたんですよみんなでね、レッスンしてたので、そう、ケーキでハッピーバースデーって出ました。うん、二人なんか一緒の誕生日のメンバー3期生で入ってきたらどうしよう、ひなちゃん。なんか、なんかどうしよう。うん。
ひなちゃんのこといっぱい祝ってね、いいな。うん、そう。そんな偶然はあるか分かりませんが、そう、ひなちゃんをついでになんかしないよ優しい、そう、ついで祝おうかって感じになったら悲しいじゃん、だってお姉ちゃんめーたーん、じゃあひなちゃんをついでに祝っとくか、悲しいじゃん。そう、いなかったかな、なんか誕生日までちゃんと見れてなかったけどいなかった気もする言われそうだもん、なんかファンの人に何々ちゃんと同じ誕生日だったひなちゃんみたいに言われそう、それがなかった、うん、きっとなかったねえ、うんうん、怖いわ、うん、公開してないですけど、公開してなさそう、それもある、やだ、ひなちゃんの後回しにしないでそう、今日はね、いないです、噛みすぎて、その公演希望なけ嬉しい、そう、ひなぴょんさんとエイミン誕生日半年違いで迷いやすかった、そうなんよ、すごいやろ急に急に歩みも歩みマウント、そう、誕生日、なんか誕生日いっぱいなイメージがある3月は、ねえ、メンバーが多いイメージ、そう、生誕祭生誕祭だらけ、ね、でも生誕祭楽しいから好き、みんながなんかこうファンの人が考えてるじゃん、いろいろこう、ここはこうしよう、ああしようみたいな、ペンライトとか、こういうな、ボード私のベントみたいな書いてやつとかのボードね、そう、多いよね、3月ね、楽しい日、生誕祭はいつも、毎年凝っててすごいメンバーみんな毎年凝ってる、あんな人が愛を込めて考えてるんだろうなって思いますね、愛、ひなちゃんの飾ってあったパネル置いてるの、もちろんあれですよね、ひなちゃん等身大のパネルみたいなやつだよね、あれね、そう、今家にあるんだけど、あれをあの実家の方に送ろうってなってるけど、なんか車
とかで、そう福岡なんで、きっと車とかで来たりしない限り持って帰れないみたいな、うん、どうしようみたいな。だって今は保管なん、置いとけばよかったか、日の出する時に後ろの背景に置いとけばよかったか。うん、そう、運搬問題。運搬問題、後ろのダンサー風に設置。一個も動いてくれんけどね。そう、どうやって運ぼう問題になってます。何年かしたらひなちゃんミュージアムできる言ってた、パパが、パパピアンがひなちゃんのグッズをいっぱい送んなって言ってた。ひなちゃん免許持ってないよ。じゃあね、一生待たない、うん。なんでかって言うとね、ひなちゃんもね怖いの、うん、運転をするのが。そう、ごめん。ごめんけど本当に怖いからね、うん、一生待たないよ。うん、とっても怖いから私、うん、そう、責任重大だから。そうだよ、運転をするっていうのは責任重大。ひなちゃん本当にね、おちょこちょいなところがあるの、もう自分でも分かってるから、もう持たない方がいいって。そう、怖すぎる、うん、そう、無理無理、うん、運転してくれたら嬉しいな、君が、うん、ちら、君が運転してくれたら嬉しいなっていう感じです。私は怖すぎるので、はい、隣で盛り上げとくから、ひなが頑張れ頑張れ。集中でき。隣で頑張れ頑張れ、運転頑張れって言っとくかな。うん、そう。集中力を奪う、全ての集中力を奪って事故ってしまうかもしれない。ダメか、隣で歌っていってください。BGM 担当。歌っとこうか、会いたかった会いたかったって言ってたとこか。そう、ダメだみんな、うん、みんなにとってはちょっとひなちゃんの公演なんて見たくて仕方がないから、ダメだよ、隣で歌ってた、絶対見るじゃんこっち。絶対よそ見しちゃダメなのに、よそ見するでしょ。キャビアブチ好きだそうって。ブチ山口か、広島の人だな。あ、今からイモスの録画見ます。まだ見れてないんだけど、怖すぎて怖い、もう夜のテンションないよ私。あの時のひなちゃん、あのおくるみになってるひなちゃん、哺乳瓶ひなちゃん、本当に夜のテンションすぎる、うん、本当に夜のテンションでやってしまった、大後悔大後悔。大後悔やから、うん、やだ、うん、もう夜のテンション忘れて、うん、
深夜テンションすぎる。今そのすっぴんばっかりやっちゃうかわいかった。だってね、ないって言われたんよ、この後撮影が。やけん、あ、じゃあお風呂入ってしまおうと思って、もう一瞬しかね、映らんやろ、残らんやろと思って、そしたらそれからがね、めっちゃ映るんだったっていう。でもメイクをする気なんて起きなかった。シャーって寝る気満々だったから。そう、せっかく起きたのに心がそう、けどね、めっちゃ頭の中で考えたんよ。でも、ててて考えてたんよ。でもね、はぁって泣きそうになるからね、考えてたのにね、あの一瞬で出てこなかった。つらい、これも人生、それも人生。うん、そう、そうなの。悲しい。うん、ユナフェスって何？ユナフェスはですね、月に1回はこのショールームにて行われるユナちゃんのソロコンサートみたいなフェスになっております。今月は今さっき終わりました。来月もお楽しみ。夜のひなちゃんと過ごしたら楽しそう。ひなちゃんめっちゃ面白くなるよ、深夜喋りたがりになる、急に突然変異。そう、普段はね、全然喋りたがりじゃない、聞きたがり聞きたがり屋なんだけど、普段は。でも深夜になればなるほど、なんか喋りたがりになるんですよ。大爆笑してボケたがりになっちゃう。うん。うん。そう。素敵な服。今日大人っぽい服にしましたよ。黒。肩出し。ワンピースです。うん、そう、黒衣装の息をすることが貴重でした。そう、いつも白で踊ってるからね、逆まあこれこの衣装じゃないんだけどそう、もっと布な衣装ですけどそう、ねえ、シースルーなのがいいでしょ。うん、足元はスリッポンを履いていますはい、私足がとっても冷え性なのでね、もう末端冷え性、足が常につま先が冷え状態なので、もっこもこのスリッポンを履いております。オンライン飲み会のスペインじゃないかな聞いてほしいけど、ひなね、あのお塩通りにあのメンバーとマネージャーさんを含めて飲んだ時あったよね。その時にあのひなの担当マネージャーさんがと一緒に飲んだって、その時にあのひなちゃんがもう
一杯飲んだ時でそうニコニコ笑っとったから、もうそういう仕事には出させんって言われた。うん、帰宅したらひなふさ割ってた号泣って、うん、4月も見てね。4月見れると信じて、うん、ピエン、そうやだって言ったひなやだできるもんって言ってた、絶対でき、怖いって言われた、うん、怖いって言われた。いいじゃんニコニコしてるのね、怖くないよって言ってた、そう怖くないもんって言ってました。怖いって言われた、うん、そう、うんね、ダメって言われた。っていう話。うん、ひなフェス再放送ない。その DMM さんみたいにね、ちょっと残ったままとかじゃないかん、ごめん。ごめん、うん、スクショでみんなのみんなのスクショ、スクショちょっとした切り抜きと見るしかない。明日がひなフェスを見るんだ。みんなツイートしたのもというか、うん、うん、ああ配信前にツイートしましたーって、それはもう見てるよ。ツイートしてない、まだ。お、いくつかトークしてよって。ツイートしたな、まつげバッチリ。いや、そのまつげはバチバチだよ。ん？俺も途中からだったけども、ツイートしてね。あ、切り抜き作業しています。ジョキジョキ、これから過ごししたなんて言ってしようかな。どうぞどうぞ。そう、この後のアンコール配信はないっていうので、そうなんです、私あれしようと思ったの、息を吸う心を、このカラオケに入ってるみたいなので、それを歌おうと思ったんですよ。そう、今日残念なことに喉の調子が悪いんですけど。めっちゃイヤホン絡まっとるんやけど、なんでな、イヤホンっていつの間にか絡まってない？絶対小人がやってるから、これ絶対小人がこれ絡ませてるからね、これほんまに。うん、60歳に向けての喉の調子大丈夫、やばい、ほんとに水、お水を飲むんだ。そう、イヤホン絡ませ妖精がおる、絶対におる、ほんまにいつまでか絡まったるもんだって、絡まってなかったやん。あれさ、仕上がってな。小さいおじさん懐かしい。よいしょ、ちょっと頑張れって言っといてみんな。
よし。はい、ということでこのひなフェスアフタートークのラストに息をするところを歌いたいと思います。よいしょ。教えない。
ございましょう。うん、はい、あ、ちょっとマイクをあ、失敗だよいしょ、いい曲でしたねスチスチ好き好きな曲でした。そう、ねえ、今日すっごくこの日の大好きです。はい、他の曲も入るかな、またそう、腰が刺さるね。30分かなんか微妙どうせなら10時までやってしまうか、配信は。さあきさん、クマありがとう。クマ、そう、ヨジの歌詞解釈聞きたい。お、確かに発売した時にやろうと思ってたんそれ。確かにすぎる。うん、それちゃんとやろう、それは。うん、それはまた今度ちゃんとやるわ。じゃん、うん、ね、来月から鬼滅始まるの楽しみね、楽しみだよ、いいな。うん、うん、お話し会だけそうですよ、皆さん、お話し会の約束こと決済ちゃんとしておりますでしょうか。お約束を忘れた彼方たちにはもうね、もう大変ですからそう、絶対に忘れちゃいけません。うん、歌詞分析配信はね、またやりますね。そうだよ、今日この後寝落ちしちゃダメだから、ダメだから今すぐやってこの後必ずダメだから寝忘れちゃうパネル欲しいからすぐやりました、偉いね、よろしくお願いいたします。約束明日完了してきます、明日必ずですよ。光と影の境に息が止まろうってところ、現実の夢の中交差してる感あります。確かにね、なんか部屋的にはこう光と影のその境目にいる時に息が止まるってじゃないですか。なんかあのどっちでもない自分っていうのが嫌なのかなっていうふうにも思いますそう、なんかひなもなんとなくこう自分がどっちにも属してないなっていうグレーな時ってあるじゃないですか。こう生きててなんか自分は別にキラキラしてもないし、なんかめちゃめちゃ落ち込んでるわけでもないみたいな、なんか普通の自分みたいな、このグレーの自分みたいなのってなんか逆に生きづらいみたいな、どっちでもないんだ自分はっていう、その気持ちかなと、うん、思います。そう、なんかその中途半端な自分、そう、なんか中途半端っていうか、なんかね、ね、なんか全部どっちかでいたいみたいなのあるじゃんつまらんみたいな、こんなグレーな自分つまらんみたいな時あるじゃん、そういうのかなって私は思いますね。うん、深い深い、そう、深く考えてる、本当に歌詞はいつも私レコーディング前に深く考えてるからそう、もうレコーディングする前にこれをどういう意味で歌うんだっていう感じで考えてます、私深いから、この本当に SU の曲深い歌詞多いから、うん、そう、
とか、なんか一個ずつね結構深く考えてるから、もう30分じゃ収まらんなと思ってまた今度はい語りますね。うん、歌詞分析、歌詞解釈、うん、分析というか解釈、まあ、それぞれ人それぞれね解釈を持っていていいと思うので、ぜひぜひ皆さんもねこれはこういう感じかなって思ってほしいな、聞きながらね。いや、じゃあ詩人だしいつか歌詞書いてほしいマジか、詩人、詩人だったかでも写真集に書いてるポエムを読んで、なんかいやちゃん結構詩人なんだねって言われた、いい、いい、いい言葉だって言われる、うん、嬉しい、うん、そう、嬉しいな、意外といろいろ考えてるからね、ひなちゃん。そう、意外とぽやぽやしてそうに見えて、ちゃんと考えてる。まあ、ぽやぽやしてますけどね。ぽやぽや。もうなんか綺麗っていうのが出てきてびっくり。びっくりびっくり。うん。歌詞変えたことはないの。ポエム、ポエム詩は書いたけど写真集で、うん、写真集にポエム載ってるの見るの楽しい、載ってるやん、見てね、うん、そう、今日さもう調子、最初の方も頑張るくても声出ん勝ったっけ、あの抱きしめられたのをね途中で消したいんやけど、それを歌おうかなって思ったよ。ちょっと待って、あるか、抱きしめられたら存在する、あ、存在するんだ、今の方が出るって歌うね。わあわあわあ、いや左で聞いた一回止めて、よいしょ、心が満たされて優しい気持ちになるよ、ああ、真夏の夜はそう恋の放射説、ああ、まだ昼間をキスが唇の上に残るよ、遠い
リベンジでね、うん、はい、まあ、そんなに別にね、私は上手くないんですけども、歌が、はいそう、気持ちのリベンジですか、はい、これは、はい、うん、うん、ありがとう素敵、ありがとうございます。こういうなんかちょっとバラードセクシーみたいな曲、とても私好きなんですよねってなる、胸がうーってなる曲結構好きですね、はい、ありがとう、うん、感謝しかない感謝しかないよかった、うんそう、ひなちゃんの声に合うし最高、本当に、まあ、私セクシーな声してるからから自分で言ってそこにハマっちゃったじゃん面白いな、うん私セクシーな声してるからなどんな声うん、お姉さんだからやっぱり私お姉さんボイスで歌えちゃうからな、うん、やっぱ二十歳だしな調子乗り岩田、ノリノリ岩田ベビーやめなさい、ベビー言わないでください、はい、うん、今日少しだけかすれてる感じによりそうけど喉の調子そんな良くないからさちょっとかすれてるか逆にセクシーみたいなところあるかも、うん、今日は逆にね、そう、私甘めのセクシー、あ、そう、甘めのセクシーだからひなちゃん活性声がいい声そんなことあるか、うん、よかった今日喉の調子悪くてかすれててよかった、うん、声がココア風味、ココアに怒られるよココアに怒られちゃう、うん、ココアの声好きだけどね、すぐわかる、うん、あ、ココアが今いるな近くにすぐわかるから、ココアいたら、うん
そう、あら、しゅげさんいらっしゃいませ。ね、最初にだらしない仕方をね、今すぐ最初に入れたんだけど、好きなんだよね、だらしない仕方。めっちゃ STU でやりたいの、16人で。そう、スタジオがやってるんだけど、ひなちゃんにもやらせてほしい。だらしない仕方、ひなちゃんにもやらせてほしい。もうひなちゃん大好き、あの曲。あの曲大好き、ずっと言ってる。本当にそう、ずっと好きって言ってるかも。これ本当に大好きなのよね。うん、16人でやらせてそう、うん、アイライン強めにセクシー、よく気づいたんです。今日アイライン強めにやってる、よく気づいたね。かっこいいよね。好き、だらしない仕方大好き。そう、だらしない仕方言ってる。よしよしと。くるみも大好きって。くるみね、今チャートリーね入ってないよ、くるみは。そう、嬉しい、まさかのくるみ好き勢がいるとは。前はあったんだよ。そう、くるみおむあたらかたいかな、その中に何がある。自分もくるみちゃんとセットミで好きだった。マジか、嬉しい。トントン熟論ネとパンも好き。似とるね、なんかその辺ちょっと。そう、じゃあ鳥の新しいセトリやりたいよ。ユニットをね変えたいねって言ってて、そう、久しぶりにやりたいよねって。タンタラダーンタラタタンタンタラダーンタラタダーンと、あとなんだっけ、最初なんだっけこれ。違うよね。タタ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 、なんだっけこれの最初の感じが忘れちゃったけど、カップリングフェーズの最初なんだっけ。じゃ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 んじゃタタタ、カップリングの君はか。そうやりたいね。うん、そう、あ、ラー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 か、ラー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 か。うん、やりたい、カップリングウィズル。テテ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 テ、全世界の人だったよ。ひろってさん、桜ありがとう。ぽっ、うんぽかうんぽ、ちゃんちゃんちゃん、うんぽかうんぽ、ちゃんちゃん。突然の TikTok。 パーパンクスの瀬戸編が昨日ビデオで見た。懐かしいかよ。あ、49分な。じゃあね、今日はあのだらしない愛し方をね流しながらランキングを読んでいきますね。
いや、もうちょっと、もうちょっといいか。うん。うん。まだね、10分もあるということでね。もうちょっと話して大丈夫か。ストビンゴで泣いてたね。懐かしい。うん、そう、私の映画歌っちゃう、歌っちゃう、あれにせず BGM にせず歌ってほしいちょっとかすれてるけどいい別れソングパートも好きだった。あ、じゃあお別れソングパートを流しながらあれにするかランキングにするか。いいよ。うん、じゃあみんなは、そうだな、包帯、包帯とか流すぞ絵文字打っててって言うとしたけど、包帯はないか。何がある、なんかだらしない仕方っぽい。あ、包帯あるじゃん。包帯ハートね。じゃあね、あ、包帯頭もあるんだね。包帯頭が包帯ハートをね、あの絵文字に打ちながらね、盛り上がっといてください。いきますよ。そう、みんな、みんな怪我人ということで。高架線の下で電車が通った時にしようよ。なんて咲いてペラペラ喋りすぎて自分のことが嫌いになる。こう見えてあの頃はね、無口だったんだよ。だらしない愛し方で自分を傷つけた。どうでもいいプライドのせいで、だらしない許し方で今でも生きている。後悔なんて無縁でごめん。おちゃん、
しない愛し方で自分を傷つけた。どうでもいいプライドのせいで、だらしない忘れ方で余計に落ちてゆく。もし沿いの私の人うん、パチパチありがとう。ではでは、ランキング読んでいきますよ。気になったことはぜひぜひハッシュタグひなフェスを見るとね、みんなのスクショとかが載ってると思うので、そっちで見て、あ、こんな感じなんだみたいな感じ見て、もしよかったら来月はね、4月は多分中盤は忙しいそう、前半から中盤ちょっと忙しいので後半になるかと思いますが、またお知らせいたします。見た方、うん、来月も楽しみ。来月はね、めっちゃ楽しみです、私は、うん、頭の中でもう構成が思い浮かぶぞよし、楽しかったですね、ありがとう、今も楽しかったよ。はい、開催が歪まれがち、いや、大丈夫、できると思う。そう、今の予定的にはできると思うから、さすがに、うん、月に一度も休みがない日はなかなかないから、多分大丈夫はい、来月もお楽しみで、3月は大人のひなちゃん、そして別れのひなちゃんが見れたんじゃないかなと思います。お楽しみできましたか？
おひなべ様ありがとうございました。はい、別れの季節ではありますがね、皆さん次の未来に向かって頑張ってください。ゆうちゃんはいつでも味方でございます。応援しております。では以上、ひなフェスアフタートークでした。あ、あとでね、ツイッターもこの後見るので、ぜひぜひツイートよろしくお願いいたします。それでは、おつぴょうでした。バイバーイ。